はい、どうも平田ポーです。どうもお久しぶりです。阪神を語る動画やってまいりました。やめたわけじゃないですよ。今週は阪神対オリックスの関西ダービーがありました。その3連戦振り返ってまいりましょう。まずは6月6日、この試合は4対11で阪神が勝ちました。はい、まあ2桁得点ということで、まあみんな打ちまくったわけなんですけれども、とりあえず鳥谷のホームランは覚えてます。さあ続く6月の7日、6月の7日は5対4で阪神負けました。いや、すごい1点を争うシーソーゲームだったんですけれども、最後の最後で、まあ、ちょっとマテオが打たれてしまってサヨナラ負けしてしまったわけなんですけど、マテオが打たれた、ちょ待てよ。最後6月8日3試合目は2対3で阪神が勝利。はい、チーム最年長の福留が決めてくれました。これで2勝1敗で阪神が勝ち越しています。ところで阪神の宿敵の巨人、ちょっと見ない間に大変なことになってますね。